その、どうしたのでしょうか。お二人とも黙ってしまって。この衣装、おかしいのでしょうか。いやいや、あやか、すっごく綺麗だぞ。目の前がパッと明るくなった感じがするぞ。そうだな。それによく見ると、スカートに上里家の椿紋まで刺繍してあるぞ。ええ、これは小野寺さんがここ数日で急いでこしらえてくれたものでして、観客たちの投票用紙に書かれた意見をもとに追加したそうです。この衣装はぴったりと体に合うよう調整されていて、動きも思ったより不自由はありません。みんなも綾香の姿を見たらきっと驚くだろうな。パイモンさん、ありがとうございます。旅人さん、準備が整いましたので会場へ向かいましょう。お嬢様、旅人、行ってらっしゃい。模擬試合がうまくいくように祈っている。見ろ、上里家のお嬢様と旅人が来たぞ。小説の挿絵であの衣装は見たことあるけど、上里家のお嬢様が着るとまた特別な雰囲気があるわね。朝一で並んで最前列の席を取った甲斐があった。今日の試合はきっと素晴らしいものになるはずだ。うわー、やっぱ綾香が出てくるとみんなの注目の的になっちゃうんだな。皆さん、どうかお静かに。演武伝心の模擬試合が間もなく開始します。案内に従って入場していただき、ご着席ください。上里さん、旅人、お二人も一緒にご入場を。旅人さん、準備はできていますか。ええ、この後の戦い、よろしくお願いいたします。将軍様が使わした特使ですね。でも私と旅人さんが手を組めば必ず勝利を掴み取れます。さあ参りましょう。
戻りなさい。桜吹雪。雪を前。試合でした。剣術のことはよくわかりませんけど、会場の緊張感に当てられて未だに心臓がドキドキしています。